レーモン三世はトリボリ博。母オディエルヌはエルサレム王ーボーダン二世の娘。1164年、アルターの戦闘で捕虜となり、10年官牢につながれた。解放後の1174年、ゴーティエド・サントメールの家父で、ガリラヤ女皇のエスティバと結婚し、ティベリアスを領地として得た。当時、フランク人で最も賢明な人物と言われ、1174年に、 エルサレム王ボードアン4世の摂政となり、後にそのおいで、後継者のボードアン5世の摂政も務めたが、1186年、ボードアン5世の死後エルサレム王位についたキード・ルジニアンと対立した。1187年春に、サラディンが侵攻した際には、独断で、休戦協定を結んだが、その後、ルノード・シャティオンやテンプル騎士団総長、ジェラールド・リドフォールがムスリムを襲撃し、 急戦は破棄された状態となった。同年7月2日、サフフリーアに陣を構える十字軍国家のフランク軍をおびき出すため、サラディンはレーモンの妻とその子のいるティベリアスを攻撃した。7月4日、フランク軍はヒッティーンの戦いにおいてムスリム軍に大敗し、エルサレム大喜利やるのは捕虜となったが、レーモンは先見部隊を率いてムスリム軍の包囲を突破し、 逃げ切ることができた。しかし、レーモンは、その後まもなくして、トリポリで病没した。レーモンと妻エスティバの間に子はなく、レーモンは、アンティオキアコーボエモン3世の長子レーモンを、養子として、トリポリ博くらいの後継者に指名した。しかし、ボエモン3世の移行により、トリポリ博位は、レーモンの弟ボエモン4世に継承された。レーモンは、 父ボエモン三世に先立って死去した。A ジョティシュキー、B152S、ランセマン、ジーニーロジェクルツリーズ、十字軍前史、P62、ジョルジュタート、P112A ジョティシュキー、P162、ありがとうございます。